こちらは何でしょう、平田組紐さんです。失礼します。こんにちは。お話を伺わせていただいてもよろしいでしょうか。はい、こちらは何をされているんでしょうか。今紐を組んでるんです。紐を組んでいらっしゃる。どういうことですか。いや、これ紐です。これ、はい、これが紐を作る機械ですか。本当です。すごい綺麗な紐が、ピンクと白とゴールドのすごい可愛い感じの。これは何用の紐なんですか。着物を着て帯を締めて、はい、その上で締める、はい、帯締めというんです。帯締め、装飾する可愛いやつですね。そうなんです。これは編み方次第でこのいろんなものがございますが、すごいですね。これ1本はどのぐらいの長さなんですか。1メーター50センチぐらいですね。そうなんですね。その1本を編むのにどのぐらいかかるんですか。組にもよるんで、はい、これで40時間ぐらいですね。40時間、2晩寝ずに作ってやっと1本という。一応寝ますんでね。そうか、失礼しました。5日か6日分かりますよね。そうなんですね。でもそれが集結してこんなにたくさんの今紐がいろいろね、あるんです。はい。次はどんな紐を作ろうとか、そういう構想はあるんですか。いや、本当は職人さんというのは1種類しかやっちゃいけないもんなんですよ。そういう、いや、これ全部そうです、はい、全部これ一人一手だから。そうなんですね。決めたら最後死ぬまで一種類しかやってはいけないもんなんでね、はい、私は紐屋のせがれだから教えなきゃいけないんで、はい、これだから全部組めなきゃいけないんですよ。だから大体全部組めます。はい、だ全部組めるというのは全部偽物、私は本物にはなれない。本当の職人さんは一個しかやりませんから。一、はい、つの柄ということですか。だからこれを組むって決めたら、これは82歳のおばあさん組、この人これしか組めない。はい、本当の職人さんというのは死ぬまで1個しかやってはいけないもんなんです。そうなんですね。それも若いうちって手に油があるから、はい、糸死んじゃうんですよ。紐ってのは誰でも組めるけど、70過ぎて手の油が抜けないから絶対に無理なんです。だから僕の紐は締めづらいんです。8つの時から52年やっててもこんなもんなんで、70過ぎなきゃ無理です。そうなんですね。と言いながら、うちの帯締めを、私の組んだ紐を買っていただくのは本当ありがたいなと思いました。いや、すごいです。なんか神聖ですね。魔法の手ですね。もうゴッドハンドですね。そんな、はい、ちょっと手見せてください。農家の、農民の手って言われる。そんな、この手からこの紐たちが編み出されているわけで。僕指紋ないんですよ。ほとんどないんです。どういうことですか。糸を使ってすり減っちゃうでしょ。だからこの間警察言われた、平田さん指紋があんまりないねって。そうなんですね。じゃあ捕まんないって言ったら、いや目立つから余計捕まるって言われました。そんな言われました。ご職業柄の本当職人さんの手という感じですね。毎日やってるとね、はい、本当にすり減って指紋なくなっちゃうんです。だから僕、あの熱いお茶持てないんですよ。暑くてですか。暑くて持てないんです。皆さんの魔法前に使ってて指紋はありますか。私ですか。私ちょっと時々水仕事でグラスを洗うので時々なくなっちゃうんですけど、全然あります。なのでちょっと70歳になるまで紐は難しそうですが、そんなにすごいいいんですね。一本一本心を込めて。70歳か、はい、大変だね。70歳まで生きるの、魔法使いも。そうですね。あ、魔法使いなの。あ、そうなんです。魔法使いなので、ちょっと今日は異文化交流という形で伝統工芸の、そうなのか、その紐の魔法使いさんに今お話を伺わせていただいてるんです。はい、そうなんだ。何なのかなと思ってました。すいません、なんかもうご挨拶もそこそこ申します。見習い。あ、はい、どうも失礼しました。いや、とんでもございません。見習いが取れない。はい、ある種修行です、今日のこの取材は。じゃあ大魔法使いのもとをまた訪れていきたいと思います。どうもありがとうございました。いや、すごいですよね。なんかガンってくる感じがあります。
すごい綺麗です。すごい魔力を感じます。